最大9連休のゴールデンウィークは今日が最終日。 JR 静岡駅は帰省先などから戻る人の姿が目立ちますが、大きな混雑はありません。午前9時前の JR 静岡駅新幹線の上りのホームです。スーツケースなど大きな荷物を持った方が多いです。これから戻る方が多いんですが、中にはこれから旅行に出かけるという方もいます。熱海に温泉ですかね、ゆっくりしたいなと。午前11時現在の東海道新幹線自由席の乗車率は、上りの光が 90%、 下りの光が 40% などで、今日これまでに 100% に達した時間帯はありません。道路の状況です。中日本高速道路によると、午前11時現在で県内は東名、新東名ともに車は順調に流れています。